福山市の小学校で福山城築城400年を記念した給食が振る舞われました。献立は福山藩士で幕府の老中も務めた阿部正弘が食べたとされるタイ料理です。いただきます。福山市の引野小学校で出されたのは福山城築城400年を記念し作られた給食です。メインはそうめんにタイのほぐし身や卵、海苔をトッピングした瀬戸内地方に伝わる郷土料理タイ麺、結婚式や子供の初節句といった祝いの場で振る舞われる料理でもあります。江戸時代、このタイ麺を食したのは福山藩第7代藩主の阿部正弘です。幕末には老中として日米和親条約を結び開国への道を決めた人物。藩主も務めた一方、幕府の要職を任される立場にあったことから福山ではなく江戸で暮らしていました。そして18歳の時、生涯一度だけ福山を訪れた際に家臣たちが振る舞ったのは対面でした。食を通じて市の歴史や文化に関心を持ってもらおうと当時の資料をもとに作られた記念の給食。子どもたちは日本の開国に大きく関わった阿部正弘が食した対面をじっくりと味わっていました。タイが美味しいのかなって思ったけど、意外とおそうめんに合っていてすごく美味しかったです。タイ麺の歴史がこう受け継がれているのがなんかすごいと思います。これは学校でメニューで出してほしいし、レシピが分かれば家でも作ってみても美味しいと思います。記念の給食は今月22日までに市内すべての公立小中学校で提供されます。江戸時代にも食されていた対面を通じて子どもたちが歴史を味わう時間となりました。